2月の世論調査によると、岸田内閣の支持率は前月比 1.7 ポイント減の 16.9% となり、発足以来の過去最低を更新したようです。これだけ支持率が下がっても身内を擁護する首相。これが日本を政治家の実態だろう。それにしても今回の政治家の脱税とも言える不祥事を見れば、いかに短絡的に選挙に臨んできた国民でも目が覚めるはず。個人的な考えだが、このような問題が生じるのは、政治家を選ぼといった考えより、世襲やチナ人を短絡的に選択する国民が熟していないと思う。つまり、国民という奴隷が悪徳大名に匹敵する政治家に豊かな生活と特権を与えようとしているのだ。そろそろ問題のあった政治家を一掃すれば、それが政治家に対する抑止力となって少しは良くなると思うが、そうしたくなければ政府に文句を言えないはず。自民党が悪いのは当たり前だけど、有権者の6割が政治に無関心であり、それが招いた結果でもあると思う。投票率 80% での政権と 40% 弱での政権では、緊張感が違うのは当然。今の与党を支えているのは、創価学会や旧統一教会信者、社会福祉に期待する年金暮らしのお年寄り、大企業や団体の代表などだけ。その人たちにだけ良い顔をしておけば当選できてしまう。政治家からしたら簡単で、裏では自分たちの私腹を肥やす。無関心な人はそれでも野党には期待できないと言って選挙に行かない選択をする。野党に期待できないなら与党に投票するべき。一番いけないのは無関心であること。有権者の目は政治家にとって最大の恐怖なのだから。我が国の既得権益層ないし富裕層は全人口の12割弱はいるだろう。自民政権の鉄板支持層とも言える現内閣への支持率と符合する。今以上支持率が下がることはよほどのことでもない限りないだろうよ。逆を言えば野党が足並みを揃え、中流以下の庶民層に有利になる政策を打ち出せば政権交代は十分可能。あとは国民の投票行動次第。まあ期待したいところだが、この支持率で政権を維持しているのがおかしい。本当におかしい。国民も危機感を持たないといけないと思う。この支持率で居続けることは今後にしわ寄せが寄ってくる。そりゃ支持率低いよねで終わるのではなく、次は選挙に行って投票して日本を変えていかなきゃってなってほしいです。選挙に行って投票してください。こんな政権では明日を生きるのも辛くなってくる日が近いうちに来てしまう。やっぱり過半数取れば組織の力でやりたい放題なのが長く続いて、腐った政治なのが支持できないです。選挙制度までねじ曲げて与党に座り薬行三昧だからな。日本人の風上に置けない。自分の利益と組織の安泰ばっかりではなく、真面目に日本のためを思った政治をしてほしいです。自民党を過半数以下に追い込んだら、自民が作った自民に有利すぎる政治のルールを真っ先に野党共闘して潰してほしいです。政治家がクリーンで国民から慕われるものでありますように。我が国の既得権益層ないし富裕層は全人口の12割弱はいるだろう。自民政権の鉄板支持層ともいえる現内閣への支持率と符合する。今以上支持率が下がることはよほどのことでもない限りないだろうよ。逆を言えば野党が足並みを揃え、中流以下の庶民層に有利になる政策を打ち出せば政権交代は十分可能。あとは国民の投票行動次第。まあ期待したいところだが、自民党が悪いのは当たり前だけど、有権者の6割が政治に無関心であり、それが招いた結果でもあると思う。投票率 80% での政権と 40% 弱での政権では緊張感が違うのは当然。今の与党を支えているのは創価学会や旧統一教会信者、社会福祉に期待する年金暮らしのお年寄り、大企業や団体の代表などだけ。その人たちにだけ良い顔をしておけば当選できてしまう。政治家からしたら簡単で、裏では自分たちの私腹を肥やす。無関心な人はそれでも野党には期待できないと言って選挙に行かない選択をする。野党に期待できないなら与党に投票するべき。一番いけないのは無関心であること。有権者の目は政治家にとって最大の恐怖なのだから、この支持率で政権を維持しているのがおかしい。本当におかしい。国民も危機感を持たないといけないと思う。この支持率で居続けることは今後にしわ寄せが寄ってくる。そりゃ支持率低いよねで終わるのではなく、次は選挙に行って投票して日本を変えていかなきゃってなってほしいです。選挙に行って投票してください。こんな政権では明日を生きるのも辛くなってくる日が近いうちに来てしまう。やっぱり過半数取れば組織の力でやりたい放題なのが長く続いて、腐った政治なのが支持できないです。選挙制度までねじ曲げて与党に座り薬行三昧だからな。日本人の風上に置けない。自分の利益と組織の安泰ばっかりではなく、真面目に日本のためを思った政治をしてほしいです。自民党を過半数以下に追い込んだら、自民が作った自民に有利すぎる政治のルールを真っ先に野党共闘して潰してほしいです。
政治家がクリーンで国民から慕われるものでありますように、岸田内閣支持率 16.9% の最低更新ですが、これまでには増税物価値上げが顕著であり、我々国民は困窮生活を強いられていることには支持率低迷も必然的ではないかと思います。さらには政治資金パーティーキックバック還流問題では、議員閣僚方は私利私欲での裏金を懐に入れており、収支報告書不記載を会計責任者や秘書に責任転嫁していることには、連座制導入も必須ではないでしょうか。二階氏事務所では3500万円もの裏金の使途先を書籍購入代にあてがったことには驚愕いたします。この機に及んではぜひともに岸田首相の説明責任を問うべきではないかと思います。支持率がどんなに落ちたとしても、この内閣は変わらないと思う。代わりの総理にふさわしくなりたいと思う人物がいないのかもしれない。むしろその方が野党にとっては都合がよく、野党共闘により政権交代の可能性が出てくるだろう。いくら岸田がダメでも、他の政党に比べ圧倒的に自民党の支持率が高い以上、選挙をすれば自民党が勝してしまう。無党派層は投票に行かないか、もしくはいろいろな政党に投票がばらけるので、結局は全体のパワーバランスは変わらない。水準が低かろうと自民党が勝すれば、岸田は下り顔で我々の内閣が評価されたなどと根元をほざいて首相で居続けるだろうね。とにかく野党が弱すぎる、というか野党の選択肢が多すぎる。例えば立憲と共産、維新と国民、その他の3党ぐらいに整理してもらいたい。でないといつまで経っても自民党の脅威にはならない。これでも選挙になったら自民党は強いんでしょうね。日本は変わるのが嫌いな国ですから、それでまた国民から信任を受けたなんて言って、また裏金作りがバレるまでこそこそと勤しむわけです。真面目に選挙行かないと、ますます日々の生活はどうなるかわからんと思います。国民の税金負担率が話題になりましたが、自公政権だとまだまだ上がるでしょうね。次の選挙は6月か9月頃でしょうか。どう国民が考えるか見ものです。野党がだらしないという方がいるが、本当に今のやりたい放題の自民党よりだらしないのかと最近特に考える。次の解散総選挙でまた自民党が与党になれば、国民の信任を得たとして、裏金は作りたい放題、派閥復活、政治資金パーティー復活、岸田方式の闇パーティーし放題、脱税し放題になるだろう。国民にできることは選挙で投票に行って自民党以外に投票することしかできない。このまま自民党に好き放題させては絶対ダメだと思う。まだ16ある立憲4、政権交代無理。このまま自民党政治が続くこと間違いなし、解散もせず任期まで務めれば国民の多くは忘れるだろう。国会での政治と金の問題の審議を見ていると、野党は同じことばかり追求している。国民は今まで慣例でやっていたこと、100人体制で検事が調べたのは何だったのか、税金の無駄、時間の無駄、検察官ご苦労様でした。世論調査に基地言うしても、選挙で勝つのは自民党、自民党議員は気になんかしてないよ、なんてたってバカの一つ覚えに自民党に投票する有権者は多数いるのだから、どんなに自分が貧乏になろうと、名したる自民党議員と知人であることはその町のステータスと思っているのだから、支持率1割でも自民党に投票する有権者は5割はいるよ。それがこの国の実情。若者が政治に興味を持ち投票に行かない限り、この国の老害政治はまだまだ続く。米国や台湾や韓国のように選挙をお祭りのように賑やかにし、若者投票に供養しない限り、どんどん国力は落ち込むよ。この数字は岸田政権もそうだが、自民党の支持が下がっていると思う。次の選挙で自民党が見放されるのか、首の皮一枚でつながるのか、どのような結果が待っているか国民の意思を見てみたい。国民も自民党以外の国を運営できる政党を育てなければならない時期だと思います。どの組織でも長く権力を握ると腐っていくのは避けられない。だから組織は定期的に権力者を入れ替えるんだと思う。私は何があっても次の選挙で自民党には入れない。毎回、このいろいろな機関で調査が行われる内閣支持率。そもそも支持してる人はどんな人たちなんでしょうか。他にいないが 8.4% と言いますが、他にいないほど岸田首相で満足してるということでしょうか。支持してる人たちは何かしらの美味しい思いをしてる人もいるのではと、今の内閣のありさまを見ると勘ぐってしまいます。平等とは程遠い政策ばかりを見れば特にそうです。ただ、今の内閣はひどい。不支持だ。と言っても選挙に行ってしっかり答えを出さなければ何の意味もなく、少なからず支持する人たちがいるのであれば覆すだけの人が動かなければならない。その責任を改めて感じさせる結果であり、必要なことなのだと理解して解散総選挙を待ちたいと思います。今後の改善しないといけない出生率異次元の少子化対策、国民毎月全員に500円負担して何するのを、安倍元総理の賭け問題があったこと、
現在の高校無償化、大学無償化など見てる限り、どこか裏でつながってませんか？少子化で子供が減ってるのに、無償化など意味があるのか？まるで学生が減って困るから、学校の定員いっぱいになるように無償化してるように思えるのは俺だけか？子供を増やすなら、結婚推奨すること、出産を推奨する対策をしていく方が高いのに、なぜ無償化が先なのか？それこそ子供が増えれば税収も減るのに、都営や県営住宅を結婚した夫婦の住まいとして格安提供する、子供を出産で無償化するとか、メリット出してあげて集めれば託児所も含めて活用できる、どこか企業メリットが乗るように活動してる今の自民党にうんざりしてる。